どうも、健康海賊団のトレーナーです。今週もですね、先週に引き続き音声の配信になります。そこでですね、今週何を話そうかなっていうふうに思ってたんですけど、メジャーリーグのですね、禁止薬物について少しだけ話そうかなっていうふうに思ってます。野球が好きな方にですね、薬物についてどうなのっていうふうに聞かれることがよくありまして、メジャーリーグ、日本のプロ野球はそんなことはないんですけど、メジャーリーグはどうしても定期的に禁止薬物ですね、筋肉増強剤だったりそういうのを使う選手がポツポツと毎シーズン出てきてしまうので、そういう話題になってしまうのは非常に残念なことなんですけど、このタイミングでなぜ僕がこの話をするかっていうのも、つい先日ですね、アメリカの若いもうスーパースター候補というか、もうスーパースターですよね、そういう選手が禁止薬物を使って出場停止になったっていう話が突然出てきまして、多分そのニュースがですね、日本にも大きな衝撃を与えた、野球ファンの中で、あの選手使ってたんだっていうような状況になったと思うので、僕の知り合いがそれに関してどうなんっていうふうに聞いてきたので、あまり僕としてもですね、触れたくはない話題にはなるんですけど、気になってる人が多いと思うので、あくまでもこれから話す話はですね、僕がアメリカの野球界にいて実際に見たり聞いたりした話であって、これが全てこういう状況になってるんだなっていう話ではないことをですね、ちょっと分かっていただけたらありがたいんですが、そうなんだぐらいのテンションで聞き流してくれたらありがたいです。じゃあちょっと話していきましょう。アメリカの野球界ですね、野球界における禁止薬物なんですけど、結論から先に言ってしまうと、やってるというか使ってる人が一定数いるっていうのは、もうこれは隠せない事実かなっていうふうに僕は思ってて、ただこう薬物っていうと何か悪いようなイメージを持たれる可能性があるんですけど、普通にですね、日常的に服用する薬の中にも、メジャーリーグであったりドーピングですね、ドーピング委員会に検査されると引っかかってしまうようなものもあるのは事実で、僕たちが普段日常的に服用している薬の中からですね、例えば僕が今ドーピング検査受けたとしたら、出てくる可能性というか、むしろ出てくる可能性が高いんじゃないかなっていうふうに思うぐらい、ものすごく細かく分けられてて、けどですね、実はアメリカのメジャーリーグ、皆さんこうドーピング検査とかっていう風にイメージすると、オリンピックとかでメダル剥奪されましたとか、記録なくなりましたっていう風に思うんですけど、あのオリンピック選手たちを扱ってる団体とは別で、メジャーリーグは独自の検査を行っているので、そこに関してちょっとごっちゃになるのは違うかなっていう風に僕も思ってて、あくまでも今回はメジャーリーグの薬物の話をさせていただいてて、その他のスポーツに比べると緩いことは緩いんですよね、実際問題。そんな状況の中で引っかかっちゃうっていうのは、やっぱり不注意というか黒だなっていうふうに僕は思ってますね。そこでよく選手たちがですね、あのドーピング検査に引っかかった選手たちが、治療のために何か薬を服用してその中に入ってしまってたっていうのがよく言い訳として聞くんですけど、僕は個人的な意見を言うと、もちろん薬を自分で選んで打つわけじゃないっていうので、相手もお医者さんですし、その選手が野球選手であることを分かってるはずなんですよ。で、そんな一般の人が行くような病院に行かないっていうふうに僕は思うので、それに関しては治療のために使いましたっていうのは、もしその言い訳が本当であるのであれば、お医者さんにも責任が
出てくるっていうふうに僕は思ってて、それにメジャーリーグとかアメリカの球団には球団のお医者さんがいるので、それこそその言い訳で通すならそれもそれで大問題だとは思うんですよ。選手が使用をしちゃいけない薬を分からずに打っちゃうような、打っちゃう服用、うん、処方するようなドクターがいるチームってありえないと思ってて、なので僕はですね、その治療のために何か別の治療ですね、別の治療のために何かを使ったっていう選手の言い訳は実際信じてないというか、もう 99% は嘘だろうなっていうふうに思って、そのコメントだったり状況を見てるんですけど、いやーだっているんですよ、使ってる選手、使ってるそれを処方する人間は。それはもう多分キリがないというか、規制しても追いかけても追いかけてももういたちごっこじゃないですけど、うーん、僕はこの先完全になくすことは絶対にできないんじゃないかなって思ってるぐらい、何かを規制しても何かですり抜けてくるっていうのがもう歴史の中でずっとつながってることなので、けどですね、もちろんダメなことはダメでやっちゃダメなんですけど、僕もアメリカでプレーさせてもらった側の人間で、たったその数ミリの注射であったり1錠2錠の薬であったり、そういうものを服用して自分のパフォーマンスが上がることによって、メジャーリーグの舞台というか、メジャーリーグでメジャーリーグに上がる、メジャーリーグで活躍するっていう状況を実現できれば、そこにはやっぱり考えられないようなお金も発生するっていうのが僕も実感として感じてるし、周りの人間もそういった世界で成功してきた人間がいたので、特にメジャーリーグの中には南米の貧困な地域で育ってきた選手たち、もう野球をするしかない選手たちっていうのもいるので、そういった選手たちがお金に関して言えば、どうしてもそれを打つことによって自分が活躍する、それを飲むことによって自分が認められて自分の元にお金が入ってくるっていうのが目の前にあると、なくならない一つの理由にもなるのかなっていうふうには、ダメですよ、もちろんやっちゃダメなんですけど、わからなくもないというか、僕の場合はものすごく下のカテゴリーで一緒にそうやって這い上がろうとしてきた人たちを目の前で見てるので、そこに関してはダメです、もちろんダメなんですけど、難しい問題かなと。難しい問題というよりかは、なくならない理由の一つかなと僕は思いますね。じゃあそのですね、メジャーリーガーであったり南米の選手たちが禁止薬物を使ってるから野球がうまいのっていうふうに言われれば、絶対そんなことはないです。そんなものを使わずともあそこの舞台で野球をやってる選手たちっていうのは世界のトップレベルの選手たちで、実際そのもちろん野球をプレーする上で体調であったり筋力であったりそういうものを向上させる薬はあることはあるんですけど、野球の技術に関して上げる薬があるかって言われたらそんなものは一切ないので、そのメジャーリーグでプレーする選手たちの野球の技術力っていうのは、なんか日本の中でアメリカ人の選手はあまり練習しないだったり、こう雑だっていうイメージがありますけど、一緒に野球をやってみてものすごく細かいところですね、細かいところの技術だったりいろんな情報をしっかり仕入れて自分なりにどうにかしようとしてる選手っていうのもものすごくいることも確かで、海外の選手たちはですね、皆さんこう技術に関してはそれぞれしっかりした理論を持ってるかなっていうのは僕の肌感覚の印象で、
自分のバッティングフォームであったりバッティング技術に関して自分でしっかり1から10まで説明ができる選手が多いなっていうふうに僕は感じてました。何が言いたいかっていうと、その今日は薬物の話をしたんですけど、薬物で彼らの技術力だったりプレーが向上してるわけではないっていうのが一つ僕が思うアメリカの野球界の現状で、こういうねちょっと残念な話題が出てきてしまうと、そういうマイナスなイメージだったりマイナスな話が先行してしまうんですけど、それはねやっぱりしょうがないことというか、選手がそれも含めてよりいいものにするには守っていかないといけないことだと思うので、ただ僕はこれからゼロになるというかなくなっていくことはないんだろうなっていうふうにも思ってますけどですね、メジャーリーグもほとんどの選手がクリーンにプレーして自分の持ってる力だけで戦ってる選手たちが数多くいますというか、もうほとんどの選手がそうやって戦ってますんで、そういう薬物に汚染されたとかそういう話もよくありますけど、稀にそういう選手がいるだけで基本的にクリーンな勝負をしていると僕は思っているので、今大谷さんであったり日本人選手が頑張ってプレーする環境でもありますから、僕はそんなことを考えずにですね、アメリカでプレーする選手たちを応援していきたいと思っております。今日はアメリカの野球界の薬物についてちょこっと話させてもらったんですけど、これが事実だとかこれがどうのこうのっていう話では一切ないので、ああそんなこともあるんだなと思って軽く聞いてくだされば幸いです。今週もですね、こう音声の配信になりました。当分の間ですね、この形の配信になる可能性があるんですけど、僕も院長も元気にやっております。何かこう映像が撮れないとかっていうことではなく、ただ単に時間がないのでこの形になってるだけで、2人とも大分の店舗の方で元気にやっておりますので、またですね動画の撮影も時間が取れ次第再開というかやっていきますので、その時には面白おかしく企画を撮っていきたいと思います。では今日はここら辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。